あのちょっとやり方 見たいよね、はい、じゃあ哲平選手にセーフティーバントを見てみましょうか、どんな感じなのか。あれこんな感じで、まあ、大体サードなんですけど、はい、高さんがさっき言われた通り、あのバットの角度は、サードを向いて角度を作って、はい、角度を作って、はい、でもうあの余裕を出して構えてる、暇はないので、とにかく早くこの角度を作って、で転がってから、走り出すっていうのを意識します。ちょっとうまくできないですけど、これはということは、あの高橋さんがさっき言いましたけど、徳井さん、あのどうしても早く行きたいじゃないですか、一塁に、はい、だけどいいところにまず転がすっていうのがすごく重要な要素を、はい、考えてよろしいですか。はい、その方が決まり、実は決まりやすい、決まりやすいです。あ、はい、これちょっとヒントだね、はい、どうしても早く走りたくなりますよね。はい、やっぱり、左バッターですと余計ですけども、こういうふうに行きますと、うんうん、まず、ボール見てないですし、大体ファールになりますんで、まず当てて当たったところ見るぐらいの感じで転がしてから走りますね。結構じゃあもう当たって転がりを見たぐらいのイメージで十分。はい、はい、なんだですね。はい、あとはそのためにやることってありますか。ためにですか。あの例えばなんかこうなるべくこうボールの中にピッチャー側にこう入っていくとか、なんかいろんな哲平さんの工夫って、はい、あ、それはあります。どんなイメージですか。こういかない、僕もそうだったんですけども、こういってしまうんです、あのやっぱりファーストの方に、はいはいはい、ですね、少しこういってこういう感じですね。前に行ってやって走ると、はい、ピッチャー方向にね。じゃあちょっと一回やってみましょうかね、はい、イメージちょっと、テペさん、見て教えてあげて、はい、田中さんもちょっと教えてあげてくださいね。はい、見ながら。ちょっと、ボールやってみましょうか、軽くね。やります。大丈夫ですか。多分いいと思います。ね、ちょっと近いんで、タイミング取りづらいけどね。あれどうですか。そうですね、はい、しっかりと角度を決めて、なるべく先の方に当てればボールも転がしやすいので、なるべく少し ゆとりを持った構えを心がけてください。はい、でちょっとね、早めに、ちょっと近いんでね、タイミング取りづらいですけど、ちょっと準備を早めにやってみましょうか。そんな感じですか。そんな感じです。はい、いいですか、田中さん。はい、今のいいと思います。はい、もう一回、高田さんちょっと言ってくださいね。はい、はい、うん、じゃあ田中選手に見せてもらいましょうか、日本を。はい、はい、そうですね、はい、僕は公式戦で1回まだ成功したこと、そんな思いがあるんですが、すごく一般的なことを聞いちゃいます。バッティングで大事なことって高田さん何ですか。自分にとって大事にしてること。自分にとってはタイミングです。タイミングのね、哲平さんは。自分はやっぱりタイミングだと思います。あのタイミング合えば、いいバランスで打てますし、いいスイングできますし、はい、そうですか、はい、分かりました。じゃあちょっと石間さん、はい、あ、ちょっと石間さん肩あれですよね。あの石間さん、ちょっと軽くでいいので、どう、じゃあ石間さんのピッチャーとしてどういう風な動き出しをするのかっていうのを高さん見せてもらってもいいですか。でもそのちょっと、はあ、じゃあそれはやっぱりタイミングの取り方もすごく自分の中でいろいろ工夫しなきゃいけないんですね。はい、なるほど。哲平さんはちょっと、はい、ちょっと背中になっちゃうんですけど、タイミングの動き出して分かると思うので、はい、はい、うん、うん、もう一回いいですか、すみません。まあ比較的高橋さんに似た動き出しっていうんですか、はい、ちょっとすみません、こちらで、はい、ですかね。はい、気をつけたのは、構え遅れするともう本当に絶対ダメですので、はいはい、まずは遅れないようにっていうのと、あと早すぎてもダメですし、はい、そこでやっぱりそのどこから、まあ、高さも言われた通りに、あのどこから動き出すかっていうのを、重点を置いて、はい、やってます。なるほどね、はい、
当ですか。はい、何が問題なの。左ピッチャーのスライダー、左外なんかうまくいかない。普通結構バッティング打ちますよね。はい、いや打てると打てる感じです。はいね、はい、だから打ちますよね。じゃあ外の変化球とかになると体開いちゃったりするんですか。ボールやっぱりどうしてもから開いてこう引っかかり気味になるっていう感じですか。わかりました。じゃあ哲平さん、はい、ちょっとそのためにはどういう練習とかしたらいいんですか。練習というよりもそれは意識の問題がやっぱり大きくなってくると思いますので、はい、左ピッチャーの左バッターというのはやっぱりちょっと、右ピッチャーと対戦するときとはやっぱりだいぶ違いますので、逃げていく球っていうのは、普通のタイミングで、普通に振り出したら絶対にこういうふうに開いて引っ掛けますので、絶対にセンターから右、もしくは、ずっとサードのあたりを意識して振り出すとこのあたりですごくこうボールが見え出してきますので、スライダーというのはそこをこっちに打てば大丈夫だと思います。イメージとしてサードの頭にライナーが行くようなイメージですか。はい、サードショートサードショートに行くイメージだとボールが見え出す、はい、外がうまく打つようなために例えば T なんかでもどんな練習をないんですよね。はい、じゃあ哲平さんにちょっと見本見せてもらいましょうか。はい、軽くでいいんで哲平さんね、今ストーフなんでね、はい、ちょっと感じとして後ろで見てください。あ、前の方がいい、向こう側で見てた方がいい。今のはダメです。今のがダメです。あ、今のように引っかかるとダメなんですね。はい、はい、そうです。今のがダメです、うん、はい今のもダメです。いや、違います。皆さんに今のがいいのか悪いのか見てもらおう、判断してもらおうと思ってるだけなんで、ちょっとボール返してもらっていいですか飛んでったんですいませんですって。